実はね、隠してたわけじゃないんですけど、内緒にもしてるわけでもないんですけど、ちょっとあることを伝えるようっていうか克服しようと思って今回挑戦しましたね。始まり方は。まあ隠し事があったのね。隠してないもんだって。みんなに隠してない。ないことが言ってはいない。言ってはいないんだけど、まあ実はね、スキップができないんです僕。スキップができないんですよ僕って。まあ。今まで挑戦もしてこなかったんですけど、今考えたらできないなって思って、まあ今回それを挑戦しようと思って撮ってきたので、ぜひご覧ください。はい、というわけでですね、中野セントラルパークにやってきました。はいはい、ここでじゃじゃん。はい、ちょっとやっていこうと思います。はい、早速翔ちゃんのスキップをね、はい、うん、見せてもらいましょう。はいはい、できた OK。 さあ翔ちゃん、意気込みは？意気込みはできないけど、ちょっとね、うん、まあ本当はできてんじゃないみたいなとこもあるかもしれないけど、自分ではできてると思う。ちょっとそれは判断してもらって見てる方に。あ、確かにね、そうだね、一回見、100分は一見にしかずだからね。うんうん、じゃあ行きます。うん、もっともっともっとお願いします。最初の一歩が分かる。できてんじゃない？スキップじゃなくない？できてんじゃないの？じゃあちょっと俺がちょっとお手本見せるよ。できてんじゃない今の。いいよ。はい。おお。自然ですね。イエーイ。これがスキップだよ。何がどうした？ちょっと自分のこれで見ていい？うん。マジでそんなためは何なの？ためは。いけないよ。幅跳びみたいな感じになってるけど。できないよ俺。はい、じゃあですね、翔ちゃんがスキップをできるようになるために、はい、ちょっと、はい、克服の方法っていうのがあったんでね、ちょっとやってみたいと思います。はい、本当はなんか両方にスキップができる人が、うん、翔太を挟んで両方から一緒にね、うん、やるといいらしいんですけど、ちょっと今日は僕しかいないので、うん、僕が隣で、はい、一緒に腕を組んでやってみたいと思います。違うよ。待って。もう一回。待って。俺ちょっと合わせる。ここ合わせる。せーの。全然できない。何回かやるしかないよ。
俺さ見てくれてる方も分かるかもしれないけどさ、うすうすヘッポコじゃない俺だからさできないのね。いやできるできる、やろうやろう、やる、うん、そう次左行ってけんけん、あそう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 、そんな感じでもなんか最一番最初よりかはマジになってるけど、あできそう、あできそう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 、おおわ、今いい感じだったよ。できたできた、一瞬、うん、一瞬いい感じだったよ。あいいんじゃない、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 じゃあちょっと一人でやってみようか、うん、ちょっとやってみて、でもなんかそれっぽい、それっぽい、どうどうですか、まあまあよしとしよう、おいいの本当にいいのかな今のでいい、いや自分的にはできた、まあいいと思う、うん、まあ、なかなかねスキップする機会はないけどね、でもこのなんか一緒に隣で、ああそう、ね、だいぶ変わると思う、リズムを刻む練習っていうのはすごい効果的だった感じがする、うん、はい、ありがとうございました、ね、多分次またやってってなったらできなくなってはい、というわけでですね、しょうちゃんにスキップをやってもらいました、はい、はい、まあ結果できるようになったかなみたいなね、うん、かなまあでも最初の一発目に比べると全然違うよね、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、今回の動画が面白いと思っていただけたら高評価のボタンとチャンネル登録をお願いしま す、インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします、ではまた、もう一回やって、バイバーイ